所川の下流では氾濫した川の水が畑に入り込んでいます。午後2時までに24時間で52ミリの雨が降った北見市。氾濫した所川の水で近くの小麦畑が水浸しになっています。今日の道内は斜里町のウトロで24時間で191ミリの雨が降るなど、道東を中心に大荒れの天気となりました。今朝の根室市花咲港です。岸壁に激しく波が打ち付け、強い雨で視界も悪くなっています。根室では午前6時過ぎに最大瞬間風速 28.1 メートルを観測。この強風によって市内では午前8時過ぎに一時410戸が停電しました。信号機も止まり、警察官による手信号が行われていました。また阿寒川は氾濫危険水位に達しているとして、釧路市お楽しけ地区など2地区の1721世帯3024人を対象に避難指示が出ています。釧路市は避難所4カ所を開設しています。避難指示4でしょ、読んだら高い方ですもんね。道内の雨のピークは過ぎたということですが、引き続き河川の増水や土砂災害に警戒が必要です。